だよね。高速から行くか。本日はですね、埼玉県のねマンホールに向かいたいと思います。またまたスタンプラリーですよ。なぜこんな時間にかっていうと、残りのマンホールが結構ね街中なんでね、夜行った方がいいんじゃないかということで、今ゴールデンウィーク真っ最中なんで、昼間は混んでるんでね、夜にマンホールゲットしに行きたいと思います。そうなんですよ、最初に向かうマンホールは埼玉県東松山にあるね、一の駅、いちごの里、なんだっけかな、三好っていうね道の駅なんですよ。そこに向かいたいと思います。はい、もうそろそろね道の駅に到着しますよ。なんだか狭い道案内されたけどな、あとね4分。いちごの里よしみだ。いちごの里よしみでした。はい、到着です。いちごの里よしみ、目的地です。お、まっすぐ行って、なんか右っぽいぞ。あ、ここだな。ここだな。この右側にありそうなんだけどな。この辺にありそうなんだけど。ねえか。ないね。では、こっちないか。なさそうだね。はい、到着。真っ暗ね。真っ暗だよ。どっか明るいとこねえか。それだ。吉見町、埼玉県吉見町散歩する。はい、スタンプ入手、おしまいと、あ、もうこれか？あった、これだ。はい、見つけ、よしみ汚水マンホール。こんなところにありました。周りは真っ暗で何も見えないよね。道の駅よしみ。はい、こんな感じ。真っ暗です。見つけましたよ。こんな感じです。はい、吉見町のね、なんだっけ、道の駅マンホールゲットしました。次はね、鴻巣にあるね、鴻巣駅にあるんですよ。そこに向かいたいと思います。多分こっちでいいんだよな。はい、じゃあ鴻巣駅でお会いしましょう。じゃあね。もう一人だよな。
左側どこだどこだ、見えど、これか、あ、これ消火栓だな。あれ、いないな。はい、鴻巣駅スタンプゲット。はい、スタンプ入手。鶴だね。鴻巣見つかったぜ。これだ、ありました。鴻巣シティ、おつい。はい、鴻巣駅前のね、マンホールスタンプゲットできたんで、またね、鴻巣のすぐそばにあるんですよ。鴻巣駅前に2つあって、ちょっと離れたところに1個あるんですけど、そこに向かいたいと思います。こっから7分です。目的地だっつったよ。あった、これかな。お、この辺にあるぞ。ここも駅前じゃんな。はい、到着。北本駅だね、ここね。はい、こんな感じ。はい、スタンプ押す。はい、スタンプ入手、おしまいと。北本駅前、これだ、ほら、押すい。山本駅の裏です。こんな感じ、北本、北本だよな。これわかんねんだよな。はい、駅の裏にあったマンホールスタンプゲットできたんで、次はどこだっけ。駅前を移設してのか線路、掛川だっけかな。まあいいや。はい、次のマンホールに向かいたいと思います。これいけるんかな。あ、いけるね。次はね、掛川は沖川だ。沖川のマンホールでお会いしましょう。こっからね、10分です。沖川本店。パスでゆっくりでいいぞ。もうちょいだな、あと 210m。 どこだどこだ。お、もうちょいだぞ。お、この辺だぞ。右側です。あ、この辺だ。ここでも入るか。あそこに1個あったんだけど、あれだめ、多分多分あれだぞ。はい、一応ね、到着。桶川市のマンホールに到着しました。じゃあね、こういうんだ、ひまわりの。はい、スタンプ押す。スタンプ入手、おしまいと。お、たたたたたた、はい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 、見えるこれ、受けちゃうんだって。桶川市のマンホール、こんなとこにありました。はい、それではね、桶川市の1個目のマンホールゲットできたんでね、次はね、桶川駅前にあるね、マンホールに向かいたいと思います。ここか、
もう一個先か。え？あれか。はい。桶川駅前到着。はい。これは何だっけ。はい、スタンプ押す。スタンプ入手しまいと。これかな。あ、これだ。ほら。よく見えねえ。紅の花の里。桶川。はい。こんな感じ。桶川駅前のねマンホールゲットできたんで、次は川越に向かいたいと思います。川越こっから20分、結構あるね。そうでもないかはい、じゃあ川越のマンホールに向かってレッツゴー。じゃあ川越のマンホールでお会いしましょう。じゃあねー。ここ右方向なんか違うみてだけど、なんか違うぞ。なんか違うぞ。この辺だな。また行き過ぎた。まあこの辺は間違いねえか。一応ね、到着、まったくよくわかんねえな。到着だけど真っ暗で何にもわかんねえじゃんな。ここは本当だよな、まいったんな。全然わかんねえし。とりあえずスタンプをしてみようかね。おお、時計台だ。あの昔の町並みの川越。はい、スタンプ入手おしまいと。これだ、あった、これだありました。なんだよな、見つかりました。川越おすい、真っ暗でわかりませんでした。こんな感じ。川越の一つ目のマンホールスタンプゲットできたんでね、次はね JR 川越駅の前にあります。ありますじゃねえ、あるスタンプに向かいたいと思います。ここからね8分なんですよ。そう、右方向。もうちょい先か。ここか。え、まだか。
あ、この駅前だな。どこだ、これか。あ、これだ、あった。バス来るかな、来ねえよな。はい、到着。川越駅前のねマンホール到着しました。100周年かな、これ。そうだね、大正11年スタンプ、はい、スタンプ入手、おしまい。あ、マンホールか。はい、ここにあります。周年川越ベッセの、ベッセの前だね。川越駅前のねスタンプゲットできたんで、次は富士見野市の、市役所前にあるスタンプに向かいたいと思います。こっから14分です。いや、川越前は結構近代的ですね。はい、それじゃあね、富士見の市役所でお会いしましょう。じゃあねー。お、あ、富士見のだ、富士見の市役所だ、この辺だな。え、この辺だぞ、きっと。もうちょい向こうか。ん、これじゃねんか。あ、これだな。なんかこんな感じ。よし、いいやね。はい、富士見の市役所前まで到着しました。これだ。あれ、なんか違うそうだな。スタンプゲット、はい、スタンプ入手、おしまい。何？富士見の市第二庁舎。なんと、ここに飾ってありました。なんで？本当に面白いんだね。はい。見つかんないわけですよね。おしまいと。富士見の市のね、第二庁舎のマンホールゲットできました。なんと建物の中に飾ってありました。ふざけてる。はい、次はね、鶴見市にあるね、鶴見駅か、マンホールをゲットしに行きたいと思います。これはね、鶴見東口に広場にあるそうです。じゃあ、鶴見駅前に着いたら お会いしましょう。じゃあね、もうすぐ到着。 あそこが真正面が鶴見駅かな。この辺だな。あ、この辺だな。ここか、この辺だぞ。え、ない、ない。ないぞ。あ、あれか、見つかったかも。はい、鶴見駅駅前到着。おお、なんかかわいい時計がある。マンホール、なんだこれ。はい、スタンプ押す。はい、スタンプ入手、おしまいと。はい、暮らしに下水道、ふわっぴー、こんな感じ。はい、富士見駅前。
はい、鶴見駅じゃなくて鶴瀬でした。失礼しました。次向かうねところはね、所沢公園にあるマンホールに向かいたいと思います。ここから18分ぐらいで着くみたいですよ。走ってる自分もよく分かってないからね、ゴール。ほんと、じゃあ行きましょう。所沢公園でお会いしましょう。じゃあねー。はい、もうすぐ所沢公園に着きます。真っ暗なんだんでな。ここだ。え、ここ、ここだな。あ、ここだ。ここですよ。ここは、ああ、はい、到着。お、ガンダムだ、所さん。惜しいね。スタンプ押す。はい、スタンプ入手しまいと。あった。見つけー。じゃあ、降り、ん？機動戦士ガンダム、所沢、市政、70周年。はい、こんな感じでーす。所沢公園のね、スタンプゲットできたんでね、次は所沢航空公園のそばにあるスタンプに、スタンプじゃなくてマンホールに向かいたいと思います。ここからね、6分ですよ。ここは3つあるんですよね、所沢にね。ここは あった、ありました。到着。はい、埼玉県、スタンプ押す。はい、スタンプ入手しまいと。荒川右岸、埼玉県。はい、マンホール見つけ。こんな感じです。航空公園のスタンプゲットできたんで、所沢の水道庁舎の方へ向かいたいと思います。はい、水道庁舎にレッツゴー。ここか。あ、見つけた。到着。スタンプ入手おしまいと。鶴かな。はい、鶴。はい、鶴ねえだな。こんな感じで所沢の水道庁舎のマンホールゲットできたんで、ほら、上下水道局ね。次は清瀬市に向かいたいと思います。あ、こっちしかねえんか。この辺であるわけだぞ。お、これかな。お、見つかった。お、今度は一発で見つかったぜ。大丈夫。はい、到着。清瀬駅前でした。はい、
ひまわりとミツバチ。はい、スタンプ押す。はい、スタンプ入手、おしまいと。見えるかな、こんな感じ。清瀬市汚水、清瀬駅前でしたね。はい、はい、それではね、清瀬駅前のスタンプゲットできたんで、次はね、東久留米に向かいたいと思います。周り何があるかちょっと分かんないですけど、はい、じゃあ東久留米レッツゴー。ここか、じゃあ東久留米でまたお会いしましょう。じゃあまねー。お、もうすぐ到着だぞ。お、この辺だよ、ここだね。あ、ここだ。あ、ここへ入れるか。とりあえずここへ止めとこうね。あ、到着。スタンプ、あ、ブラックジャックだね。スタンプ押す。スタンプ入手しないと。はい、見えるかな、暗くて。あ、見えるか。はい、ブラックジャック。はい、東久留米停留所でしたね。周りは団地です。こんな感じ。東久留米のね、ブラックジャックのマンホール、スタンプゲットできたんで、次はね、キノコっていうんだっけ、助手のあれがね、近くにあるんですよ。そこに向かいたいと思います。キノコのマンホールでまたお会いしましょう。じゃあねー。お、左側だって。ここだな。あ、交差点だこれ。そこのセブンに入ろう。その方がいいね。このセブンに入ろう。はい、こういうピノコだよね、多分。スタンプ押す。はい、スタンプ入手、おしまいと。なんで？おかしいな。徹底ここにあるはずなのに。ダメだ、これ。見つからない。おかしい。どっか行っちゃったんかな。見つかりません。ダメですね。もう一つあるんですよ、東久留米市。そこに向かいたいと思います。あ、駅前だな、これ。駅前だな。駅前はやなんだよな。お、ここだな。ない。あったー。ここだ。はい、到着。東久留米ホール、スタンプ押す。はい、スタンプ入手、おしまいと。水の妖精ルルメちゃんだって。東久留米。はい、周りこんな感じね。
駅だよね。はい、今日団地センターですね。到着。はい、ブラックジャック2人のスタンプ押す。はい、スタンプ入手。もしかして、あ、これだ、見つかった。よしよし、今度は見つかったぞ。はい、ブラックジャック、久留米市市政施工50周年記念だって。はい、久留米市、こんな感じ。はい、東久留米のね、ブラックジャックとキノコのマンホールスタンプゲットできたんで、次はね、小平市にあるマンホールに向かいたいと思います。これ入れたか。はい、到着。あ、タヌキみたいなやつだ。はい、スタンプ押す。はい、スタンプ入手。はい、見つけ。小平市。暑い。はい、周りこんな感じね。花小金井駅前のね、マンホールスタンプゲットできたんでね、次は小平市に向かいたいと思います。ここから12分っすよ。はい、じゃあ小平市でまたお会いしましょう。ここだ。はい、目的地到着。ここにしか止めておけねえな。小平市ふれあい下水道館だって、ここが。はい、到着。ホール、なんだこれ。ああ、いいな。はい、スタンプ押す。ナイス、スタンプ入手、おしまいと。だ、はい、多分ここにあるんだよね。ねえかな、マンホール、マンホール、あれ、マンホールがない。あれ、あれ、ない。嘘だ。本日は閉館しました。入っていけねえよな。あれ、マンホールねえぞ。おかしいな、ここのはずなんだけど。これ、はい、小平マンホールこれでした。色がついてねえし、周りはね、センターとかなんとかっていうとこ。はい、おしまい。小平市のマンホール、色の塗ってないマンホールスタンプゲットできたんでね、東久留米市に今度は行きたいと思います。ここから12分です。じゃあ東久留米市に着いたらお会いしましょう。じゃあねー。東大和市か。到着しました。あれ、スタンプ入手、こんな感じ。スタンプ押す。スタンプ入手し、マイク今度あった。これだ、東大和市マンホール見っけ。はい、こんな感じ。周りは交差点だね。東大和のね、マンホールスタンプゲットできたんで、今度は立川市の方へ向かいたいと思います。ここから11分ですよ。じゃあまた立川のマンホールに着いたらお会いしましょう。じゃあね。
立川駅北口のねマンホールの場所まで到着しました。おお、なんだこれ、黒猫。はい、スタンプ押す。はい、スタンプ入手しないと。あったあった。はい、見つかった。色がだいぶ落ちてんね。はい、こんな感じ。立川駅北口でした。西武立川北口にあるマンホールゲットできたんで、次はね昭和記念公園に向かいたいと思います。それじゃあまたマンホールに着いたらお会いしましょう。じゃあね。立川記念公園の前に到着です。わしあ、こういうんだ。青いやつスタンプ押す。はい、スタンプ入手しまいと。これなんだ。あった。はい、立川、この辺立川は周り昭和記念公園、どこにあんだかはよくわかんない。真っ暗でねー。立川昭和記念公園のそばのマンホールゲットできたんでね、今度は狭山市に行きたいと思います。また狭山市に着いたらお会いしましょう。じゃあね。今のマンホールのとこに到着しました。じゃあね、早速やってみましたね。マンホール、あ、今しお茶かこれ。そうだね、スタンプ押す。はい、スタンプ入手おしまいと。マンホールあったー。ほら、おつい。はい、見つけましたよ。こんな感じ、周り真っ暗。はい、おしまいと。博物館前のマンホールゲットできたんで、そこに向かいたいと思います。こっから11分です。じゃあ次のマンホールのところでお会いしましょう。じゃあね。駅前だろう多分。何駅だろう、ちょっとよくわかんないですけど、マンホールまた2つ目到着しました。3つ目か。見せ。おお。イルマ、イルマスタンプ押す。スタンプゲット。はい、おしまいと。はい、正解。見つけ。イルマだって。はい、こんな感じ。ここバスターミナル。あ、トイレがある。やったね。はい、おしまいと。西武池袋線の入間市駅のマンホールをゲットできたんで、今度は狭山市文化センターの前にあるマンホールを取りに行きたいと思います。じゃあまたマンホールに着いたらお会いしましょう。じゃあね。あ、そうそう、今取ったマンホールでね99個になりましたよ。あと1個で100個です。はい、到着しました。何かよくわかんないけど、狭山西口ガーデンだって。駅だねここもね。はい、じゃあね。スタンプ、あ、鳥と梅かな。スタンプ押す。はい、スタンプ入手おしまいと。これだと思うんだけど。あったり、見えるかな。はい、おつい、こんな感じ。こっちが駅だよね。そう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 、駅。
狭山ステーションの前のマンホールゲットできたんで、これでね家に帰りたいと思います。やっと夜が明けてきたよ。ほんと夜が明けてきましたよ。それから結構大変なもんがありますね。帰りもね安全運転で帰りたいと思います。5時半にやっか。そうね。それではね、最後までご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。マイクがね調子悪くて、風切り音ばっかりだったのでアフレコで話させてもらいます。夕べ8時からね、早朝5時までスタンプラリーマンホールの旅行ってきましたけど、結構きついもんがありました。でもね100個集めたんで、とりあえずクオカードの応募をしてみたいと思います。締め切りがね6月31日までなんで、まだまだあると思いますが、これからもよろしくお願いします。それではじゃあねー。